アタランタの選手たちアタランタベルガマスカカルチョはイタリアのロンバルディア州ベルガモを本拠地とするサッカークラブである。チーム名のアタランタとはギリシア神話のアタランテへのこと。レスラトンでの会合がきっかけとなって1907年10月17日、ジノとフェルッチョのアマティ兄弟、エウジェニオエリオ、ジョバンニ・ロベルティ、アレッサンドロ・フォルリニの5人の男たちによって創設された。 この頃のユニフォームの配色は白と黒。戦争などの中断期間を経た後、1920年の全国選手権はベルガモから出場できるのは1チームだけという規定があったので同じ市内のライバルチームであるベルガマスカとブレシアで試合を行いにカラレートを破った後、4月4日にベルガマスカとが合併。この時にユニフォームの配色が アタランタの黒とベルガマスカノアを組み合わせて正国になった。定評ある選手育成においてはロベルト・ドなどにドメニコ・モルフェオラ数々の優秀な選手を輩出している。ビッグクラブで出場機会の少ない有望な若手などの有力な遺跡先ともなっている。フィリッポ・インザーギが得点王を獲得しスターダムへ駆け上るきっかけとなったクラブでもある。またマルチェロ・リッピ。 チェーザレ・プランデッリ、フランチェスコ・グイドリンなど優れた指導者を輩出するクラブでもある。1999年から2003年まで、下部組織からチーム作りに携わってきた序盤に、ババス・ソーリが監督を務めた。2004から05シーズンに、アンドレア・マンドルリーニの下で、セリエ A に昇格したが、同シーズン終了時に降格となった。2006から07シーズンは、 セリエ A 昇格1年目ながら8位に食い込んだ。2007年夏には昇格と残留の立役者である、ステファノ・コラントゥーオーの監督が、U.S. チッタ・ディ・パレルモに引き抜かれ、ルイジ・デルネーリ監督を招聘した。財政難から DF、シモーネ・ロリア、MF ・ジュリオ・ミリアッチオ、FW ・ニコラ・ベントラなどの主力選手を手放すこととなったが、司令塔のクリスティアーノ・ドニの引き止めに成功した。 最終ラインを高く保ち、ボールを素早くつなぐカウンターで9位に入り、難なく残留を決めた。2008年夏には、DF、モリスカ・ロッチエリア FW、アントニオ・ランジェッラなどの主力を売却し、その穴埋めとして、MF ・ハイメ・バルデスや FW ・クリスティアン・ビエリを遺跡金なしで獲得した。さらに MF、ルカ・チュガリーに、MF ・アレッシュ・オチェルチなど、期待の若手も加え、 フロントの優秀さを際立たせることとなった。2008から09シーズンは FW、セルジオ・フロッカリがキャリア初の2桁得点を記録し36歳になったクリスティアーノ・ドニが9得点5アシストの活躍を見せ11位でシーズンを終えた。2009年夏には AS のセルジオ・フロッカリとプレイメーカーのルカ・チガリーニを合わせて約32億円で売却したがその1 4程度の値段で FW ロベルトアクアフレスカ、MF エドガルバレットを獲得して穴を埋めた。サンプドリア監督に転身したルイジ・デルネイリ監督に代わってアンジェロ・グレグッチ監督が就任したが、前回のセリエ A 挑戦の際は5試合で解任されているため、手腕を疑問視する声もあった。開幕から不振が続いたため、9月21日にグレグッチ監督を解任し、 アントニオ・コンテ監督を招聘した。しかしコンテはチームを立て直すことができず、2010年1月7日に辞任。1月11日、ボル・トロムッティが新監督に任命されたものの、18位でセリエ B 降格となった。コラントゥオーの監督が復帰した2010から11シーズンはセリエ B で優勝し1年でセリエ A 復帰を決めた。 2011から12シーズンは2011年8月9日、カブリーグのヤオ朝に関与したとして、勝ち点が6減点され、キャプテンのクリスティアーノ・ドニに3年半の出場停止処分が下された。しかし最初の3試合で勝ち点7を獲得し、ペナルティを早々に、帳消しにした。最終的には12位に入り、難なく残留を決めた。ヤオ朝スキャンダルの影響で、 やはり勝ち点原点2からのスタートとなった翌2012から13シーズンも代表に初招集されたジャコモ・ボナベントゥーラの活躍もあり、序盤戦で AC ミランやインテルを撃破。15位で2年連続のセリエー残留を果たした。以降はセリエー定着途中位を目指すシーズンが続いていたが、2016年に就任したジャンピエロ・ガスペリーニが3バックを軸に、 対戦相手によって、中盤と攻撃陣を柔軟に変化させるシステムを採用し、快進撃を披露。さらにロベルトがリアル D に、マッティア・カルダラ、レオナルド・スピナッツォーラ、アンドレア・コンティなど下部組織出身を含む多くの若手選手が対等した。2018から19シーズンはサパタが23ゴール、イリチッチが13ゴールと2トップが好調を維持し、 冬の遺跡市場で選手の引き抜きにあいながらモナポリ、インテル、AS、ローマなどの上位陣を撃破。クラブ史上最高となる3位でシーズンを終え、クラブ史上初となる UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2019から20シーズン UEFA チャンピオンズリーグでは3連敗でスタートしたが、その後は勝ち点を重ね大逆転で、決勝トーナメントに進出。 決勝トーナメント1回戦のバレンシア CEF 戦では、ファーストレグを4から1、セカンドレグでは、イリチッチが4ゴールを挙げ4から3とそれぞれ勝利、2戦、合計8から4都市クラブ史上初の準々決勝に、進出した。なし UEFA チャンピオンズカップ、UEFA チャンピオンズリーグ UEFA カップ、UEFA ヨーロッパリーグ UEFA カップウィナーズカップ5、 T295 トロイにジムシティ、19パロミノ6ハテブール33フロイラー11、デローン15ホセンス8ペッシーナ31、ムリエル9サパタ91カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。オーストリアブンデスリーガの FC バッカーインスブルックのサポーターズクラブと友好関係を結んでおり、定期的に交流が行われている。 ありがとうございます。